ペク地区は、カザフスタン共和国アルマトイ州にある地区である。中心都市は、ケゲンである。人口は2013年時点で推定79,624人、2009年時点で8 3 7 7人、1999年時点で83,093人であった。紀元前200年の白登山の戦いにより、紀元前199年には、 ライムベク地区一帯は強度によって支配された。強度の南北分裂により一帯は北強度に支配されるも89年6月の慶落山の戦いで北強度が官に対象され北強度が皇居の地に逃れて越藩となったことにより以後一帯は越発国の支配下に置かれた。500年頃一帯は エフタルの支配下に置かれ6世紀後半になると、特決の582年に東西分裂が起きると、西特決の領土となった。その後一帯は、イリ条約により、ロシア帝国のセミレチエ州に編入され、ロシア革命後は、キルギス自治社会主義ソビエト共和国、カザフ自治ソビエト社会主義共和国、カザフソビエト社会主義共和国の領土となった。1936年に、 ナリンコル地区として成立し、1993年に現在の名称であるライムベク地区に改名された。2018年4月2日、ライムベク地区はライムベク地区とケゲン地区の2つの地域に分割された。2010年1月1日時点、ライムベク地区に居住する民族構成は以下の通り合計76,696人。 ライムベク地区は22の町から構成されている。ru, ru, zé, ru, 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 zé, ru, 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 zé, ru, 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 zé, ru, zé, ru, 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 zé, ru, ru. ありがとうございます。